本の高校を辞めてスペインへバスケ留学。留学の出発に今関西空港に到着しました。MC のプロジェクトの、プロジェクトの中でこういう高校生、日本の高校生を、まあ、スペインに暮らしていただくことになるんですけども、今回1区が4月に1回スペインに2週間行きまして、そこで、まあ、長期留学を決めて今日からスペインに長期留学を出発するということで、まあ、ぜひ本当に出発直前の彼の生の、声を聞きたいということで、彼の意気込みを聞いていきたいなと思います。じゃあ1区の意気込みをどうぞ。今こう行く前日というか行く日になって心臓もドキドキして緊張してるんですけど、やっぱ今までこうやってきたかったことがやっとできるということで、今までの溜まってきた気持ちをあっちで爆発させてどんどん活躍していきたいです。溜まってる気持ちを爆発させるということで、向こうでぜひ溜まっていただきたいと思います。じゃあそれではリック君頑張ってください。